おはようございます。春菜です。本日2022年11月20日午前8時30分過ぎに動画を撮っております。岡田阪神セットアッパー候補新助っ人ビーズドリー A という記事です。デイリースポーツの記事でございます。阪神が新外国人としてジェレミー ビーズリーをとジェレミー・ビーズリー投手26歳前の、パイレーツの獲得に乗り出していることが19日分かったと、メジャー通算148試合な登板ながら奪三振実 12.0 をマークしたピッチャーでセットアッパーとして期待されています。また岡田監督は先発タイプの、ブライアン・ケラー投手を、昨日の記事で、発表ご紹介しましたけど、獲得の意向を示しております。ここで、ジェレミー・ビリーズ投手の、プロフィールをご紹介いたします。1995年11月20日生まれ26歳。お、今日本日誕生日ですね。おめでとうございます。アメリカ出身191センチ、106キロ、右投げ右打ちでピッチャーで、17年にエンゼルスと契約、2020年に11月にダイヤモンドバックスへ移り、2020年、8月にメジャーデビューし、21年4月、去年に、ブルージェイズ、今年8月に、パイレーツへ移籍。主な、球種は直球とスライダー、チェンジアップ。メジャーリーグ通算18試合で1敗、防御率 5.84 という成績を残して、来季阪神タイガースの一員として、活躍を期待されております。ビリーズ投手の活躍、そして昨日、発表しましたけどブライアン・ケラー投手、そして、もう一人のケラー3人で、来季は新外国人ピッチャーを3人体制限段階で、岡田阪神は獲得するということです。今日の報告は以上です。チャンネル登録、高評価、ツイッター共有リツイートよろしくお願いします。部屋が寒いのでちょっと厚着して変な格好になっておりますけど、今日は失礼いたします。これで失礼いたします。短い動画でしたけどありがとうございました。